はい、こんにちは。日本改革党、くつだおです。エモエモン様、カサジュ、マジカ、おばば様、シンテラ様、鉄郎様、ヤムナシ様、フレーゲル男爵様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員様限定懇親会定員残りわずかです。よろしくご応募お願いいたします。お早めにいいみたいな感じですね。昨日NHK スクランブルデモで約3キロを、歩ったわけですけれども、意外と筋肉痛になってませんで、明日かな年齢的になんて恐怖しております。稲田智美さん、 LGBT 法制定で心が女性で体男性が女湯に入ることは起きません。ルールに変わることはありません。一般反応ですけど、それはあなたの感想ですよね。そんな性善説今時通りませんよ。事件は起きてます。嘘つかないでください。現に海外でも国内でも事件が起こっとるやないかい。実際そちこちで事件化しとるやろ。起きませんって断言しない方が。 LGBT 法が必要なほどそういう人らは差別されてない。パヨの匂いが気持ち悪い。逆差別を生み出す法案反対。女湯に入らせると訴えるケースも出てるようだが。出てますね。必要ない法案に時間かけるな。実際に事件起きてるし、はい、論破。ですね。LGBT が本当に差別されてたら、マツコやミッツはテレビに出れねえし、はい、論破。って感じですか。童話、慰安婦、徴用工、AV 女優、若年被害女性、困難女性、LGBT。これらは皆ですね、自民党と省庁が想像した架空の弱者であります。なんで自民党と省庁は弱者を渇望するのかというとですね、支援事業を作れっからですよ。事業名目で、金引っ張れっからですよ。でもってですね、そこに天下り団体もできるし利権もできると。税金に群がる社団法人やら NPO もいっぱいできますよね。足立康議員のあんちゃんの NPO だったりね。自民党と近しい連中ももちろん省庁も天下り先できて馬なんですよ。だから居もしねえ弱者を想像したがんの。でもそれ全部税金ですからね。で今実質税負担率 47.5%。 春から社会保障費上がったそうであります。なんか少子化対策のため の財源をひねり出すためみたいなことを言ってますけれども、これでますます少子化するよね。税金重くなったんだよね。社会保障費っつったって無理やり取られる実質税でしょうよ。国保だの年金もそうですけどね。今もっと上がってんでしょうね。 47.5% からね。つまりこいつらはですね、子孫に重税国家を残すために一生懸命やってんですわ。LGBT 法なんて推進してる連中はね。子や孫は全員ですね、未来永劫税金徴収する側に入れるはずないじゃん。入れるはずないじゃん。官僚とですね、自民党はよくそれ考えろって。医者の息子が全員医者になれるわけじゃないじゃん。財務省の息子娘が全員財務省の官僚になれるわけないじゃん。議員の息子娘が全員議員になれるわけないじゃん。ちょっと考えろって。頭悪いんだから。東大行ったかもしんねえけど。コラボが倒れてですね、以後若草ボンドバップスパップスのずさん会計、ずさん事業内容が掘られますよ。全国の自治体で見直し始まると思うけど大丈夫なのか。余計なね、LGBT 法なんか作っちゃって、困難女性支援法なんてのもできちゃったらしいですけど、日本改革党の地方議員が誕生できたら目的がよくわからない。委託事業や補助金事業を議員調査権で調べてもらえますわ。選挙区の皆様お力をお貸しください。
まあ出てるとこですね、支部長が手挙げてくれたとこなんですけどね、土木工事とか、あの形が残るものはいいですよ。あと長年のですね、あの経験とかがあってですね、そんなにそんなにごまかしようがねえわっていうものはまあいいとして、例えば子ども食堂とか、なんか弁当配る事業とか怪しいから、その弁当一食 何円になってんの、っていうようなことを調べてもらいたいと思います。受かった人ね、受かんないと議員調査権ねえからね。これもあの議員は権力者っていうことですよね。千葉5区衆院補選の自民党候補エリ・アルファイアがやばい、記者がですねラジオかなんかですけど、親族が中国にいらっしゃるそうですが、戦争になったら中国と戦えますかっていう質問にですね、かぶせるようにですね差別的な質問ですね、言ったんですよ。さらにですね、夫婦別姓は大事、自分の姓を自分で選べることは人権、私自民党参院比例区支部長なんですけどとも言ったらしいんです、大声で。なんなのな、あの自分の姓を自分で選べることは人権って、選べないんじゃない、普通の人は。生まれた時名前ついてきて自分で、俺太郎だけど次郎がいいな、まあそれぐらい変えることができるか、俺靴沢だけど藤原がいいななんて変えらんないですよね。自分で選べる、選べねえよバカ普通の人はって思うんですけど、さらに舌打ち、ラジオ番組でひでえ自民党の方針とだいぶ違う人候補になったもんだな、この人立憲か共産から出た方がお似合いなんじゃないのかな。一般反応です、舌打ち、切れる血なんですか、やっぱ機械姿勢は怖いわ、権力与えちゃダメな人かもね、内容もダメだが大声出すのがもうダメ、なんかひどいな自民党これ大丈夫、一体誰が押したんだ、河野太郎が連れてきた人みたいであります。参院支部長だから何なのよ、それって元課長補佐より偉いの、小西のことですねこれね、親族がいるのに中国と戦えるのか、なんでこれが差別的質問なんだって話ですよね。きっとこいつはですね、今まで何でもかんでも差別で乗り切ってきたんだか、それともいつもいつも自分は差別されている被害妄想なのか、やばい人なのか、単なる低知能なのか、あーとですね、私比例区支部長ですけど、だからどうしたってんだよね、それって元放送制作課課長補佐より偉いのかっていうですね、これより偉かったらエバレって話なんですけどね、そういう肩書きとかですね役職でねじ伏せようとするとこは日本人大嫌いだからな、それ、権力重ねきてって言葉もありますけれども、コラボ2と無能のですね女の子なんですけど、で何でも押し切る手法を思い出します。さらに言うごとにこと書いてですね、自民党には多様性がないとかもう言っちゃって、ますね、過去に自民党に多様性なければ機械性が立候補できるわけないじゃん、少なくとも日本改革とはできねえよ、恐ろしく頭悪いな、なんかすごいすっごいすっごい小西洋之臭がするんですけど、似てません小西洋之、千葉5区大丈夫かな、千葉5区衆院補選の他の候補者は、自民はヘルファイア、民民が岡野純子さんって人、維新が岸野智康さんって人、立憲が矢崎健太郎って人、共産はまだ明らかにしてません、立憲を応援するのかもしれません、維新が一番マシなのかな、この岸野さんってどういう人か私あの知りませんけど、維新が一番マシなのかな、民民はあのどうせ労働組合の支援を受けてますから、ちょっとマシに見えてもちょっと待てっていう感じですからね、いやわかりませんけどね、少なくともヘルファイアよりはマシなような気がする、ヘルファイアまるで共産党だもんね言ってることね、エリ・ヘルファイアの大先輩小西洋之被害者ぶる産経記事は意図的なオフレコ発言の切り取り、即座に撤回発言しているを疑わざるを得ないもので、名誉毀損などの認識を持つものでした、つまり産経新聞は俺を名誉毀損している、俺は名誉毀損の被害者だって
言いたいみたいなんですけどね。一般反応です、加害者ほど被害者ぶる。議員は権力者だろうが、被害者としてだって笑わせるわ、被害発言をそのまま報道されただけだろうが、猿番族言われた方が被害者やないかい。法的措置が口癖になってんだろうな。ロシアも自分は被害者だと言ってウクライナに侵攻してるし、めちゃくちゃなやつは思考が似ていると。オフレコなのに、オンレコだったんですね、これね。撤回したのにしてなかったんですね。時事毎日 TBS が録音聞き直して証言しております。小西は嘘つきでーす。全くの嘘つきでーす。それにはオフレコだったら何だって言うんだ。撤回したら何言ってもいいっていうのがっていう話ですよね。被害者はですね、猿番族呼ばわりされた衆院憲法審査会の委員たちでしょ。小西ね、ブレずに頭おかしいな、今日もな。なんで小西の発言がめちゃくちゃなのかっていうと、俺は正しい、俺に従え、立憲議員だったら誰もが持ってるパヨ気質が著しく強いためと推測いたします。小さい頃からですね、俺は頭いいんだ、俺は正しいんだって自己洗脳してですね、自分絶対正義っていうモンスターになっちゃったと。エリ・フェルファイアも自分絶対正義モンスターかもしれないですね。事実無視で自己正当化するあたり、自民党は多様性がない。多様性なかったらおめえなんか公認されっかって話なのね。少なくとも日本改革党は機械姿勢はしませんからね。日本人の血が入ってからですね、日本改革党は日本人は全員親戚で超個体でっていう考えですからね。支部長さん、候補者さん、日本改革党の候補者さんは全員ですね、日本人はみんな親戚で、考えを持ってますんで、有権者の皆さん、どっちがいいですか？そんなこと思わねえやつと、自分のことを親戚だって思ってくれる候補、どっちがいいですか？それね、ちょっと考えてみてくださいね。都福祉保健局のコラボ担当部長、大場雄二郎さん、4月1日付で、小笠原市長市長にご栄転されておりました。一般反応です。島流し笑ったあるんだ。島流しって今でも中世かよ。トカゲの尻尾切り、嗅ぎ回るやつに接触させないようにか、逃避させた、守ったってことですかね。地位的には出世、部長から市長長っていうから、小笠原トップですからね。場所的には左遷、南国リゾートで悠々自適、金もらってのんびりできて羨ましいですな。もともと小笠原の副支園長だったらしい。当時は担当者不在のため、当時の担当者いないので分かりませんって言いたいんだな、俺な。強引な幕引き図ってない。部長から市長長、つまり小笠原のトップにご栄転ですね。もともと小笠原の人みたいだったし、ふるさとに戻っただけだし、これで公務員人生のゴールですかね。もうゴール、護衛店。なんで委託事業でずさんなことした公務員がよ、ご褒美もらえんだって話。理不尽だろうが。担当部長はですね、故郷に帰るし、福祉保健局は7月に解体されちゃうし、今のうちから圧力かけとかないと、担当者いません。その担当した人わかりません。当時の書類見つかりませんで、逃げられちゃう恐れありますな。やべえな。プーチン大統領、自国民保護の名目で侵攻できる。軍を他国に行かせられる。大統領令に署名。なお、アイヌはロシア人、北海道はロシア領、みたいなことはとっくに宣言しておりまして。一般反応です。侵略先の確保、着々。北海道は熊が出るよ。ロシアにも出るだろう。自称アイヌがロシアに救援要請してるからマジで危ない。それ外観誘致だよな。自国民保護は侵略の常套手段。日本に手出したらアメリカと正面対決だが、ゼレンスキーは逃げなかったが、北海道知事はどうだ。いよいよ国連解体が始まるか。ロシアが常任理事国のままでは国連機能しねえから、かといって辞めさせるのも、辞めさせることも拒否権発動するんだから、いっぺんばらすしかないですね、国連は。で、新しく作るしかね。
試験なんですけど、皆さん、北海道の心配ばっかしてますけれども、ロシア人がいるとこ全てに可能性ありますよ。全て侵略対象ですよ。それが東京だろうと、大阪だろうとね。ロシア人と、自称アイヌを全員ですね、ロシアに強制送還するしかないんじゃないですか、これ。防ぐためには。一人残らず。そういうことになったらですね、俺はアイヌじゃないって泣きわめきかもしんないですね。なんせ自称だから。全然何の証拠もねえんだから。DNA 鑑定したこともねえしね。ゼレンスキーは逃げずに戦って株上げましたけれども、北海道知事や岸田総理はどうなんでしょうね。逃げずに戦ってくれんのかな。なんか頼りないんすけどね。心もとないっていうかね。安倍さんだったらなって今言っても、しょうがないですけれども。というわけで、メール当院様限定懇親会、枠が残りわずかです。ご応募お早めによろしくお願いします。デトックスジャパン。